悠仁さまが推薦で東大に合格した場合、ネガティブな声がより高まる状況にあると話すのは個別指導塾経営者。大学選びのタイムリミットが迫る筑波大附属高校3年の悠仁様だが、非常に難しい局面を迎えている。最有力と見られる推薦入試、学校推薦型選抜による東大挑戦がこれまで以上に反発を受ける可能性があるからだ。 その理由として塾経営者は、制度本来の目的が失われつつあるといった背景を挙げる。東大が推薦制度を導入したのは2016年度。特定の分野で傑出した能力や意欲を持っている人材を発掘するのが目的だった。トンボの研究で実績を残している悠人様にとってはぴったりの制度のはずだった。ところが、今や東大に入りたい受験者が一般入試に加え、 さらに合格の確率を上げるための保険のような制度になっているというのだ。24年度は志願者256人に対し合格者は91人。上位は改正、灘、渋谷教育学園渋谷で各3人。一般入試でも東大合格者ランキング常連の中高一貫校だ。この3校だけで推薦合格者の約1割を占めた。男女子校が出願できるのは3人。 驚愕は4人まで男子校の改正となだは枠を目いっぱいに使って全員が合格したことになる。すでに9回の選抜が行われ、どうすれば関門を突破できるか、推薦対策も想像以上に進んでいると塾経営者は現状を解説する。これでは続ける意味がないと嘆くのは制度導入に関わった東大の理系教授だ。東大が欲しいのは、 愚直に一つのことに取り組む研究者タイプ。ペーパーテストでは測れない実力を見出すための手段として、この制度が生まれた。にもかかわらず、偏差値が高い人材ばかりが集まる結果になっている。すべてを卒なくこなすより、愚直に一つのことに取り組む研究者タイプが欲しいのに残念です。そうした意味で悠仁さまに注目してきたと同教授は打ち明ける。 昨年11月に国立科学博物館の学術出版物に発表された悠仁さまの論文、赤坂御用地のトンボ賞は、調査に10年以上かけた修作。その粘着質に頭が下がると評価する。しかし、悠仁さまが東大推薦入試にチャレンジした場合、様々な圧力が生じるだろうと全室の塾経営者は予想する。 23から24年度に東大の推薦入学を目指した理系の受験者の大半はコロナ禍で、思うように研究活動ができなかった。25年度の受験者も避ける時間は少ない。その点、久人様は圧倒的に有利な環境にあり、同じ土俵で競うのは不公平ではないかという声が上がっているのです。しかも、皇室への忖度を疑う声もあるという。 ただでさえ枠が少ない推薦制度で悠仁さまの一枠が減ることに対し、迷惑だと考える人もいる。相対評価の一般入試と違い、絶対評価の推薦で枠が決められていること自体、おかしいのですが、今や、推薦入試を一般入試と変わらない捉え方をする受験者が多い中で悠仁さまや秋篠宮家がどう判断するのか、シビアな目が向けられている。 秋篠宮殿下の水族館協会公務。今月5月23日、秋篠宮殿下は、山口県宇部市を訪れ、総裁を務める日本動物園水族館協会の通常総会に出席されました。秋篠宮様は23日、山口県宇部市を訪れ、総裁を務める日本動物園水族館協会の通常総会に出席された。総会には、 全国の動物園長や水族館長ら約130人が出席。秋篠宮様は、動物の福祉といった諸課題の解決に取り組んでいただきたいと挨拶された。その後、市内の時和公園で、古武白鳥を見学された。24日も同園を視察される。秋篠宮殿下といえば、最近では、カピバラ食い騒動などが話題となりましたが、ネットニュースのコメント欄では、 カピバラ食い皇族が偉そうに、こんな公務に出るな、などといった辛辣な批判的意見も書き込まれています。動物の福祉。動物園のカピバラ食べちゃった人が、公園の視察になぜ二日もかかる例のカピバラ問題が世間に出た時と同じ頃、ある動物園職員から今の日本の動物園が置かれている良くない状況に関して告白がありましたよね。 日本の動物園は動物の展示や飼育環境に問題があるケースが多く、海外園と繁殖に関して協力体制が築けず、国内間の園では動物の高齢化が進んでいるのにずっと放置されている問題。この件に関して何十年も総裁を務めている殿下は掛け声だけでなく対策や方策の進捗を見る責任があると思います。もし単なるお飾りでしたら何のための総裁なんでしょうか 教会には国から支援金が支払われているはず。理事たちは仕事をするべきです。長女さんが父はカピバラが好物とか言ってしまいましたし、動物の福祉といった諸課題の解決に取り組んでいただきたいなどと上から立ってよろしいのでしょうか。最も辞するべきところではないでしょうか。ジャーナリストで YouTuber の篠原城一郎氏がカピバラ食い騒動について暴露していこう。 秋篠宮殿下の動物関連の公務では、帰れコールがたびたびなされていました。水族館協会公務は厳戒態勢に。そのため、今回の公務では、帰れコールがなされない要塞心の注意が払われ、厳戒態勢が敷かれたことは、以前、当チャンネルでもお伝えした通りです。来月5月23日と24日に、 秋篠宮殿下が総裁を務める日本動物園水族環協会の総会に出席するため山口県宇部市を訪問されることが予定されておりますしかし昨年12月に秋篠宮殿下が国際生物学賞受賞式に出席された際に会場内から帰れコールが飛び交い大荒れとなったことから宮内庁は今回の公務に当たって厳戒態勢を敷くことを決定しました昨年の受賞式では カピバラを食べるような犯罪者が、このようなおめでたい授賞式にのこのこ姿を表すな、という批判の声が飛び交い、最終的には、カピバラ食うようなやつは出てくるな。今すぐ帰れ、と帰れコールが一部から始まり、会場内が一気に大合唱となってしまったのです。そんな過去の苦い経験から、今回の日本動物園水族環境界総会では、万が一アジが飛んでもすぐに対応できるよう、 通常の3倍の警備人員が配置されることが予定されております。また、会場内には厳重な入場制限が敷かれ、出席者の身分確認が徹底されることが報じられております。秋篠宮殿下は動物愛護に熱心であり、日本動物園水族館協会総裁として、今回の総会でさまざまな意見交換や、動物たちのための施策を議論されることが期待されております。そのため 今回の厳戒体制は、総会が円滑に進行できるようにとの配慮からなされていると言われております。今後、このような対策が功を奏し、秋篠宮殿下の公務がスムーズに進められることが期待されています。また、この一連の騒動を受け、国民からも秋篠宮殿下への理解と支援の声が多く寄せられるようになっております。皇室に対する国民の意識も変化しており、 今回の事態が今後の皇室と国民の関係にどのような影響を与えるのか、関心が高まっております。ファッションも人なりです。いやしくも自らを皇族だと言いたいのならば、その地位と責任にふさわしい衣装選びができないようでは、皇族失格です。特にシースルーの衣装をまとい、パンツまで丸見えでタラップ状に立ったことは、英国王に向かって最大級の侮辱行為となりました。 もう何年儀皇族業をキコはやっているのでしょう。いい加減、本物の皇族らしく振る舞えなくてどうするのですか。まだアリス川の宮事件の犯人の方が、上手に演じていましたよ。衣装数が異常なのは、見てこの真似でしょう。この二人に、貧性と慎みを教えられず、何一つダメのを言えない、上皇と秋篠宮。そして宮内庁。彼らが、 増長した化け物を生み出して、皇室の威厳を貶めているのではないかと。天皇家や他の宮家の慎み深さが余計に際立って見えます。皇族とは、この方々のような人間であって欲しいものです。奇抜なファッションでもその場に会うならいいでしょう。例えば、現代美術展やロックフェスへの参加などです。ところが、英国王戴冠式は、 公務としてみても最大級に儀礼的であり、厳粛な式典であって、最上級の礼服が望ましい世界でも特別な、伝統優先の場所です。相手国に出入国する際も、ホテルの出入りも、皇族とし恥ずかしくない、威厳を保てる服装であるべきであって、まるで恋人と二人でホームパーティーするかのような、エッチな服装では、強い品縮を買う局面でした。紀子はまず 英国王室を娼婦ファッションで侮辱し、天皇皇后両陛下の使者としての重責を履き違えました。キコの頭の中にあったのは、スケスケファッションでチャールズ国王を誘惑してやれとのまさに娼婦の発想でしかなくこれにはカミラ夫人も激怒したはずです。英語もろくに理解できず、教養もないキコにとって、スカートの中を見せるしか取り柄がないのでしょう。ここまで来ると軽蔑を通り越し怒りしか残りません。 スケルトンスカートの隠蔽工作のためか、青のブリブリワンピのシースルー生地にすり替えて、勃発させているな。何の意味があるのかわからんが、ニューヨークトンズラ娘のアリシの写真まで動員させて、こんな時刻にあげている。フェイク広報室は休日返上で徹夜業務か、お疲れ様です。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。この動画に対して、 いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。紀子さまのご衣装に批判殺到。放映前から現在に至るまで多くの人々から批判を浴びている秋篠宮ご夫妻の戴冠式参列。特に批判の対象となったのは紀子さまのご衣装でした。ネット上では、ツイッターなどの SNS を中心に、 紀子さ様のよれよれの着物姿に批判が殺到。こうしたネット上の反応を受けてか、朝日新聞系列のメディア、AER アドットも、着物の専門家である高橋豊さん氏にインタビューを行った上で、紀子さ様の着物姿に関して、次のように批判しました。大蔵さんは、紀子さ様の映像や写真を目にして驚いたという。着物業界の人間も同じ思いを抱いたようで、私のもとに何件も、 紀子様の置物は、一体どうされたのか、と問い合わせがありました。具体的に、どのあたりに違和感を持ったのか。真っ先に目についたのは、紀子様の着物のたるみとよれ具合です。日本の新聞やテレビでよく使用された写真を見ると、歩くキ子様の裾が妙にたるんで、よれています。裾も大きく崩れ、後ろがめくれています。 和装の顔とも言える袋帯も内側の袋の部分がぐんやりと聖地がへたっているようにも見えます。紀子さまは、普段からよく着物をお召しで和装には慣れている。今回のように、歩くだけで足元が大きく乱れることはない、と大蔵さんは首をひねる。文春も徹底批判。また、この他に注目を集めたのが、紀子さまが法映寺の政府専用機から降りる際と、 体感式のレセプションにて召されていたスケスケのシースルー衣装です。この衣装に関して、文春オンラインは、皇族にあるまじきハレンチ衣装であるとでも言いたげない勢いで、次のように疑問を呈しています。秋篠宮ご夫妻にとって初の英国公式訪問で、さらに初めて、海外王室の体感式参列を果たされたことになる。ご出発の朝、 佳子様と久人様に見送られて秋篠宮邸を後にした紀子様は大きなリボンがデザインされたミントブルーの帽子をお召しになり車両の窓を全開にされて晴れやかな笑顔を浮かべられていた秋篠宮様も沿道の人々に笑顔で手を振っておられた岸田首相は国葬参加を断念今月9月8日にエリザベス女王が死去したことを受け英国政府は国葬の開催を決定したのですが 日本国内では、国葬に誰が参加するのかということに関して注目が集まっていました。当初、岸田首相の国葬参加も検討されていたようですが、最終的に天皇皇后両陛下が参加されることとなり、岸田首相の国葬参加は断念することとなりました。天皇陛下がイギリスを訪問し、エリザベス女王の国葬に参列されると政府が発表しました。 皇后政子様も同行されます天皇皇后両陛下は、19日、ロンドンのウェストミンスター寺院で行われるエリザベス女王の国葬に参列される予定です。関係者によりますと、イギリス政府から10日付で国葬の招待状が届き、天皇陛下の意向を聞きながら政府で検討し、今日の発表に至ったということです。天皇皇后両陛下が外国王室の葬儀に参列されるのは、 1993年に在位中だった上皇ご夫妻が、ベルギーのボードワン国王の葬儀に参列して以来、29年ぶりです。天皇皇后両陛下が外国王室の葬儀に参列されるのは、1993年に在位中だった上皇ご夫妻が、ベルギーのボードワン国王の葬儀に参列して以来、29年ぶりとのこと。現在、ネットニュースのコメント欄では、 天皇皇后両陛下の国葬参加決定について、大変喜ばしいことであるとして賛成する意見が数多く書き込まれています。国家元首の国葬に、我が国の象徴である天皇陛下と皇后陛下が参列されるというのは、外交儀礼上、政府として正しい判断ということができる。そこにおいては両陛下の強い英国王室への思いもあったであろう。国際政治においては、 そうした長い慣習の中で培われてきた外交儀礼というものがあり、これを破って行うことはできない。コロナということもあり、どこまでの範囲が招待されるのかということに注目が集まっていたが、日本としてはご招待を受けたのはお二人ということであると言ってよい。お二人ともイギリスのオックスフォード大学に留学されていた経験もあり、英語でのコミュニケーションに問題はなく、華やかな皇室外交、 王室外交を繰り広げられるのではないだろうか。ヨーロッパではこうした王室外交が国際政治に影響を与えてきたこともある。皇室外交の在り方にとてもふさわしいと思われます。29年前の葬儀参列は、ベルギーのボードワン国王の休養先のスペインで休制を受けたものです。同国王は1951年に二十歳という若さで即位していて、その2年後には、 当時19歳の皇太子だった上皇陛下と会っています。その出会いがエリザベス女王の戴冠式の後だったという点も、今回の参列にあたって検討されたのでしょう。ベルギー、日本、英国の三カ国のつながりを、天皇陛下も強く意識されているからこそ、判断されたと拝察されるところです。新型コロナウイルス感染症の影響により実施できていなかった外国訪問が、 こうした悲しい出来事をきっかけに再会する、それを喜ぶわけにはいきません。皇室外交において、一人の人としての悲しみや追悼の思いを直接伝える、それが、どれほど大きいものなのか、私たちに伝わります。これこそ皇室の方々は、良い判断をされたと思います。上皇様、天皇陛下ご両名が、ご夫婦ともに、エリザベス女王とはともに、 両皇室との間を何度もご訪問されておられたので、思われることも、計り知れないと思います。天皇皇后両陛下にとられては、二度目の海外での葬儀に参列となられるようですが、これがさらに今後の両国の外交と親善に大きな意味を持たれる結果になられたので、とても喜ばしく思います。英国滞在中の思いと、上皇様のお気持ちを伝えられるために、また皇后雅子様も同行されるのが、 英国皇室に対して最高の敬意を示されるので、とても素晴らしいと思います。紀子さまが見せた不自然な動き。このように、多くの国民が望んだとおり、エリザベス女王の国葬には、天皇皇后両陛下が参加されることとなったのですが、ネット上では、こうした決定が行われる直前に、秋篠宮ご夫妻が不自然な動きを見せられたことも話題となりました。英国大使館への弔問に関して、 天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻はそれぞれ、12日夕方に、最側近を派遣されたのですが、秋篠宮ご夫妻だけは、直接訪問し、貴重もされたとのことです。秋篠宮ご夫妻は13日午前、エリザベス英女王の死去を受け、英国大使館、東京都千代田区を訪れ、関係者に弔意を伝えられた。貴重もしたという。